ハインリヒ24世は、ドイツ中林元地方の小諸王ロイス・エーベルスドルフ伯、イギリス女王、ビクトリアの曽祖,祖父の一人、ロイス・エーベルスドルフ伯ハインリヒ29世と、その妻の伯爵令嬢、ゾフィー・テオドーラ通過してるレムリの間の第二子、長男。ヘルン・フート兄弟団の指導者、ニコラウス・フォン・ツインェンドルフの重要な支援者であり、義兄弟でもあった両親は、 経験主義の熱烈な信者だったが、ハイン・リヒ24世への信仰心は薄かった。エーベルスドルフは、中林元地方における信仰運動の中心地の一つであり、白尺領の両方協会は、領主権力に従属せず、信仰心において独立的な地位を保っていた。この独立性は、1761年6月1日に、ハイン・リヒ24世への発した布告によって保証された。 この布告を受け、白爵領では、同業者組合に加入していない商工業者の定住が促進され、経済的な活力を増す結果となった。1754年6月28日、ツルナウにてエアバッハシェーンベルク博、ゲオルク・アウグストの娘、カロリーネエルネスティーネと結婚した。間に7人の子があった。ありがとうございます。